鏡さん、はい、なんだかんだでキャンプも終盤戦を迎えております、はい、オープン戦がいよいよ始まっておりますが2024年のタツドラゴンズ3年目はここまで鏡、はい、さんどのように見ていますかやっぱりもうあのキャンプの 第一クールからやっぱりこのベテラン組とか、まあ、新加入してきたね、えー、選手がですね、まあ、外国人もそうですけど、はい、すごいあのアピールしてるというかうえ楽しくねしかもねやってるというか溶け込んんでででるなっていいううう感じすすすよよ、ねはい、よねねそこれ大きいと思今まであんまりそういう雰囲気ってなんかちょっとこう暗い雰囲気っていうかドラゴンズって昔から暗いっていうわけじゃないけど真面目っていう雰囲気あるじゃないですか。はい 横浜とかかって、ね、明るいいじゃないですか、ねはい、僕の知り合いが見に行ってるらしいんですけど <laughs> 横浜ファンがいて「横浜とドラゴンズはもう全く違うところ何?」って言ったらもう, <laughs> もう明るいか真面目にやってるかみたいな感じだとこれがまた。沖縄キャンプ を見に行った方はお分かりだと思うんですが、うん、ベイスターズがギノワンでそうそうドラゴンズがチャタンで、うん、一番行きやすい,いやそうそう両方行くね車でだいたい15分ぐらいで行けちゃうからう、まあ、あのユニフォームも近いあの色も似てて近いということでね <laughs> <laughs> ビースターズとドラゴンズセットにされる方多いですよね基本的にあの練習試合も多いしねそ <laughs> そうそうなそぜうかまさに僕の知り合い今年ってそんな感じのことを言ってて <laughs> そうですかも,うもちろんドラゴンズファンで言ってるんだけど横浜を見て今までは明らかに違うかったけど今年は。<laughs> まあ中田選手ってもっとこう暗いっていうか怖いイメージがあったけどなんか溶け込んでていいねっていうのを言ってたしね。そうですよね。うん、中田選手ここまでドラゴンズのチームに溶け込んでいるし、うん、結構フィットしてるような感じがしまあも彼年齢的にね。えー まあいいよいいよ最後のね、えーえー、ユニフォームを着るチームだとは、はい、もうそ,そういうつもりでは心構えはあると思うんでねそ,そうですねうんもう一回どっかで行くとかそんな感じはないと思うんでここでもう精一杯やるんだっていうそっかプロ野球人生の最終章に差し掛かっているのであのその気持ちがないとダメだと思うんですよ実際は行くかもしれないでしょ 最終的にはもう粘りながら一年に年、ねはい、あるかもしれないけど、はい、その気持ちぐらいのあ,あのーはい、まあいわゆる優勝気負い人ではないけどそこまでいっちゃうかもしれないよ変えてやるわっていうぐらいの気持ちはあると思うと思うんです、はいはい、チームをねそういう気持ちの方がいいっていうことなんですね、うん、まあやっぱりだってそれね今までその日本ハムから巨人行って巨人のあのチームを俺の力で変えたるわって っていう感じで入ったわけでもなかったでしょ。ま、そうか、そうか、トラブルがあってのって、ね、巨人でしたからね。<laughs> うん、もうまさに、あの、どちらかったら。控えめに、いつも何か出ていかなきゃいけないっていう。感じだったでしょう。でした,でした、うん。でも、今回は違うと思う。どうどうどうも、いきなりもう。うね、開幕スタメン四番でも、チームの、この。四月、まあ、三月あるけど、まあ、四月ね、開幕ダッシュお願いしますよ。ってぐらいの勢いはあるでしょそうですよね。うん、かがみさん、今年のドラゴンズ。 浮上のための野手の中でのキーマン、うん、キーポジションってなると、どのあたり。いやだからもう、今、何のためにこの話をしたの。<laughs> これ外野手の話なんかしてないよ、もう、もう、ま内野手の話をしたんですからもう。そうですね、はい。もう中田翔がちゃんと四番で機能するかどうか。そうこれ大事怪、怪我を、まあ、例えば中田選手が、やっぱ途中肉離れしました。膝とか、なんかなったら。 じゃあ一応補うまたねせっかく取ってきたからじゃあおいデキーさんも行くじゃねえかみたいな感じでディカーソンーああーーもね <laughs> そう<か>デキーさんもできるんじゃねえかみたいな感じで,で, <laughs> で一塁とかなったりとかねああ<ー>、うん、今外野をやってますがそそそうそうそう要は外野って結構いるのよ必要なのよ、はい、細川、はい、岡林、はい 大島選手あ他にもね上林選手は脇腹を痛めて<林>しまいましたが鵜飼ううう選手も頑張ってるしそうなんですよだから一塁今練習してるのはねあの中島選手もしてますけど、はい、いろんな選手が結構そうかビシエドもファーストで日本人扱いでいますからはあそうなんですよ うはどうなりそうだから今から言おうと来ました、はい、いや川上さんに聞きたかったのは、うん、クリスチャン・ロドリゲスという、うん、まだ育成選手のキューバ人、はい、まだ 1>, 1歳ぐらい。ね、ノックの立浪監督のノックの、えー、受け方を見てると案外、えー、素直な日本人に合いそうな感じはあります、ね。お プライドがそこまでないので、はいはいはい。で、なんかここで金儲けしたいっていうね、はい、馴染んで、はい。思いはある。欲もあるし。欲もある。ので、いいですけど。ほうほうほう。はまればね。はい。ま外国人っていうところは、今年はミソかなって。新加入と外国人っていう。<laughs> だっていないいなななじゃでですすかショート実際そうなんですよ結局ドラフト2の津田選手も右肩を痛めて、うん、読谷リハビリ組、うん、辻元選手はアピール中辻元選手ちょっとまだボールにぶつかっていきますからねあ<っ>あ読谷のあのセカンドでの盗塁させた時の,あのタッチの遅れとかもあれも僕からピッチャーからしたら「おい何やってんだ」ってなりますからあれって,て、ね、あれは生まれつきですもうあれは治らないですよそう簡単にはこういう方いたら失礼ですけどそう簡単には治らないうわあれって、ね やっぱもう大学生とか僕見てたんですけどちょっとボールに一生懸命すぎるんですよ受け身で取るっていう感じがないんです。<laughs> 柔らかい感じではなく包むっていう感じじゃないのでどちらかったら飛んでくるボールに衝突系でいくんでスピードあるスピードであの程よいスピードで取りに行くとか程よいスピードタッチしに行くっていうよりもあれも取りによタッチ,いタッチセーフって感じなんですね練習試合などでヒットを打っているとか好プレーも見えますが練習試合でヒットって引っ張り込んでる見てます<あ>学生時代から。そんなになにいかもですよね。 田中く君はたまにバッてひっくり返りますけどあるある案外ね学生時代のバッティング見ると腰が浮くんですよまず若干インパクトの瞬間にあ,<ー>あんまりくるっと回転できないような気がするんです、うんあー いいやもう分からないですよひょっとしたらバッてくるかもしれないですけど。ということは育成ではありますかクリスチャン・ロドリゲスが開幕前までに支配下になる可能性も川上さんの中ではあると思いますね十分ね。あそうですか。うん、まあ今さら借り捨てってはないと思うんで。借り捨てもこのキャンプ見てるとほとんどサードでしたし、うん、サードかレフトいく可能性ありますよね。なんかちょっとニュー 間ではあれを去年のシーズンもまあどっちかったらねまあいいかっていう感じで使った部分にはいいですけどさあこれから行くぞという時に仮してはちょっと厳しいと思うんですよねバッティング別としてねセカンドもい,いろいろ選手がいます村松選手だ福永選手だセカンドはいけると思いますねそこらであ、村松選手福永選手などでいける可能性あり、うん、いろんな選手で争って誰かがいけるのと いろんな選手いるけど、誰もあかんぞとは違うわけですよあ。ああ、もう今めちゃくちゃいいところを疲れました。うん、<laughs> <だ>いや、本当そうですよね。そういうことなんですよ。だ、いっぱい同じ数はおると思うんですよ。四五人は。四五人はいるけど、四五人誰かしら、まあ、あの。うん、<laughs> バッティングはそこそことか、野球能力は野球のっていうのかね。うん、<laughs> あの、ここでの、どん詰まりの右打ちの親類だとか、いきなり初球。 ここのチャンスをポップフライ上げないとか追い込まれるまでしっかり我慢できるとか送りバント確認成功するとかいうそういう人ができる人が多分セカンド行くと思うんですうすね。去年 おととしなどとちょっと違うのは誰が行ってもやってくれそう感が今年のセカンドにはある,、うん、あるんでまあ村松君が一番近いかなっていう気もしないでもないですけどほう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 ん、読谷では高橋周平選手もセカンドをやっていますがまあその、うん、でももう守備的にどうかなっていうのもあるしねはいはいはい、うん、あ あとねもう一つやっぱちょっと動きが走れる人じゃないとあレギュラー陣の中に今ね<あ>数上げてる中でそんなにいないんですよ走れるとなると <laughs> 岡林ぐらいしかいないぐらいだそうなると高橋周平選手がセカンド守ったらもう確実にもうああ もうそう簡単にヒットヒットヒットって、ね、そう最終的にドラゴンズはある程度足も使って絡めていった立浪監督らしい采配を生かす野球にしていくためには。 ねえセカンドもやっぱちょっとこう小技が効いて、はい、足も使えて、はい、っていうとこかなと。となるとまとめると今年のドラゴンズまず中田翔が機能するか否かディカーソンブレイクがあるかどうかそしてショートは クリスチャン・ロドリゲスの可能性ありつつセカンドは割とスピードのある人誰がやってもオッケーみたいなだから今の話まとめるとすごい中田選手成功してデッキャーソンが成功してデッキャーソンが成功してでロドリゲスがクリスチャンが本当クリスチャン・ロナウドになっちゃって世界ロナになっちゃってセカンド田中美希也選手か村松選手でもそれでもうやべえな勝っちゃうなこれ勝っちゃうじゃないですか 最悪はその今言った4人ぐらいが誰もがあれってなると去年のちょっと結局ファースト宇佐美選手たまに行ったりとかでなんかショートもあれって言っセカンドもあれクリスチャン・ロドリゲスいなくなっちゃったとかいろいろあれ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 ってならないように